背景天皇陛下様は、宗田博士が、週刊現代に連載した小説、及び、これを原作とした、松竹製作の喜劇映画。映画は1963年4月28日、公開。上映時間99分。劇場公開時の同時上映作品は、独立美人隊。同作品公開翌年の1964年には、同じスタッフ、同じく、 厚み清主支援で、俗、背景天皇陛下様、背景総理大臣様が公開されている。漢字がほとんど読めず、カタカナしか書けない、純朴な男性が、兵役義務により、新兵となるところから、物語は始まる。戦友であり良き理解者でもある胸盆白との長年に、渡る関係を軸に構成されている。胸盆白の戦後の回想が舞台となっており、映画では、 胸ンのナレーションが入る。昭和6年1月10日、岡山の不評大従連隊に入隊した胸ン博は、同じ中隊に配属された山田翔介と出会う。新兵は2年兵から厳しい仕し事を受けるが、山田は、不強下でも3度の飯がクエフロにまで入れる軍隊は、まるで天国だと、胸ンに漏らす。秋になり、外出で、花町の中島に出かけた二人は、 そこで新兵いじめ上州の元二年兵を、それとは知らずに襖越まごしにからかい、ビンタを喰らうが、これをきっかけに、山田原に対し復讐することを皆に誓うのであった。原が、満期除隊の時に復讐するつもりであったが、お人よしの山田は、除隊間近になった、原の機嫌取りに牢絡され、復讐の気持ちが揺らいでしまう。しかし、原の除隊前夜仲間に焚き付けられ、 仕方なく相撲を挑むが本気で取り組まぬ原二号を、逃やした山田は投げ飛ばしてしまう。痛がる原を寝台へ運んだ山田は、懸命に謝りながら腰を揉むが、当の原は寝言をつぶやきながら、太平楽を決め込むのであった。昭和七年、二年兵となった胸本と山田たちは、今度は逆に新兵をしごき始める。ある休日外出の際、山田が泥水指紋源を破り、 5日間映像へ入る、懲罰を受けることになった。中隊長の堀江は常に熱い人物であり、山田がいる映像に入るともに正座する。山田の懲罰が解けた日、読み書きができない山田に、堀江は読み書きを勉強させようと、入隊前に代用教員をしていた、初年兵の書き内に当兵を専属の講師につける。乗り気ではなかった山田も次第に、読み書きができるようになり、 少年クラブも読めるようになった。同年11月、天覧の周期大演習。実物は、もちろんのこと、写真ですら天眼を拝したことがなかった山田は、勝手に鬼の行走を想像していた。だが、実際の天皇の優しい顔立ちに感激してしまい、親しみを抱くようになる。2年間の現役兵器官が終わり近くなった12月、堀江中隊長は、 無一門で入隊した山田に対し、満期除隊の際に来てほしいと門付の羽織と袴をプレゼントするほか、果樹園で働けるように手配するなど最後まで山田に親切に接し朝鮮流山の連隊へ転属していく。昭和12年、日中戦争に伴う召集により再び兵営駅についていた胸本と山田は南京が陥落したことを知る。仲間の兵隊たちは、 これで戦争が終わると喜ぶが、帰るところがなく軍隊が天国だと思っている山田は、自分だけは軍隊に残してもらおうと、背景天皇陛下様、と手紙を書き始める。しかし、天皇に自起礎することは不敬罪に当たるとして、書きかけの手紙を胸本に取り上げ破り捨てられてしまう。結局、品事変は集結せず胸本や、山田も、戦地へ赴いた。昭和13年、 中国では、昔の中隊長であった堀江はすでに戦死し、胸本も徐州海戦の大地層の戦闘で重傷を負う。負傷除隊後、自らの経験を文隊長日記として出版し、人気作家となった胸本は、昭和16年、九州で講演した際に、炭鉱夫として働く山田と再会する。その後、戦局の拡大のため胸本は従軍作家に、 山田はまたも招集され、兵士として、堀江が戦死した中国で終戦を迎える。戦後、作家としての仕事を失い、土浦で、困窮生活をしている宗本夫妻のもとに不老者の、ような姿の山田がひょっこり現れる。宗本の妻、秋子たちと買い出しに行った山田は、土産と昇死鶏を持ち帰るが、出生を聞かれ、挑発者との答えに、宗本は、 日本人同士で盗みを働くことに、劣化のごとく怒り山田を追い出してしまう。その後、児童文学作家として、再出発した宗本は、取材中の日光で山田と再会し、再び交際が始まる。奥日光開拓のため入植していた山田はたびたび、胸本夫妻を訪ね、同じ長屋の戦争未亡人、出島国クに片思いで惚れ込み、 高級を得るため、ケゴンタから自殺者を収容する職に、月、小持ちの手島と暮らす日を夢見る山田だが、あえなく振られてしまう。最初は山田を毛嫌いしていた、秋子も、振られた山田に同情する。昭和25年、東京に転居した胸本夫妻のもとに1年ぶりに、山田が現れた。戦争未亡人の井上誠氏と結婚するので、中央堂を頼みに来たのだった。 喜んだ胸本夫妻は快諾し山田ともども準備を始めたある冬の朝、長官を一別した秋子は山田の死亡記事を見る。昨晩聖子相手に通院で推した山田は、千住大橋付近の日光街道を横断中、トラックにはねられ即死したのである。取り乱す秋子をなだめとにかく確認のため警察署へおもむこうとする胸本。昨夜の回想に続き、 背景天皇陛下様陛下よ。あなたの最後の一人の赤子がこの夜戦死をいたしました。とスーパーインポーズ始幕が降りる。ありがとうございます。